メディナセリは、スペインカスティーリアイレオン州、ソリア県のムニシピオ。アラビア語で、サリムの都市を意味するマディノットソリムに由来する。ヒスパニアキテリオリにいた、ケルティベリア人のベロス族の都市、オクシリスが、メディナセリの前身である。その後町は、ローマの支配下に入った。ローマ人の占領地は、オクシリスのある丘の東側にあった。ローマによる、ヒスパニア支配時代に、 メディナセリの谷での塩の切り出しが始まった。この時代にメディナセリのローマ門、運河の水源が建設された。水路で運ばれた綺麗な水はローマ人が作ったタンクに貯められていた。中世のメディナセリはキリスト教国とイスラーム教国家の国境地帯だった。メディナセリの迷路のような通りは両手を広げると壁についてしまうほど狭い。 ハロン側とアルブフェロン側の合流地点にあるため、数世紀にわたってメディナセリは価値のある軍事的要所だった。一部の研究者によれば、アラブ人のシタデルで1002年のカラタニャソルの戦いで退却してきたアルマンソルが戦死したという。同様に、スペイン独立戦争においても、フアンディエスはナポレオンの侵略軍を前に広場で勇敢に戦った。 1129年、アラゴン王アルフォンソ一世は、メディナセリとシグエンサを含むワルトハロン地方、モリナデアラゴンの飛び地を占領した。そのすぐ後、カスティーリャ王国がこれらを獲得した。アンティングオレジメン崩壊後、町は、カスティーリャ・ラビエハ地方のムニシピオとなった。1842年の調査による人口は1600人だった。19世紀半ば、サリナスでメディナセリが分離すると、 人口の減少が始まった。20世紀後半、サリナスデメディナセリを含む複数の自治体と統合し、人口が増加した。カンポタランスノムーアは、動植物の生物多様性保護区及び、鳥類保護区として EU の機関であるナトラ2000に登録されている。ありがとうございます。